ベルレボーグは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある基礎自治体。行政の中心地は、ベルレボーグ村。1913年1月1日にターナから分かれた。ベルレボーグ村と、人口およそ45人のコングスフィオルド村の2つの、村落からなる。地名の最初の部分はノルウェー語で真珠を意味するペルルが、転じたもので、最後の VG は1を意味する。 現在の紋章は1988年7月22日に国王の認可を得た。5つの水色の波はこの地域が海との戦いを繰り広げてきた反面、その海に頼ってきたことを物語っている。バランゲル半島の北部に位置し、バレンツ海に開けている。域内の防波堤はこれまで幾度となくある天候により壊されてきた。そのため、現在では、 バレンツ海から押し寄せる激しい波に備え、テトラポットが置かれている。1973年に港に防波堤が建造されると、沿岸急行線、フッティルーテンはここにドックを設けた。沖を流れるメキシコ湾流の影響で冬はそれほど厳しくなく低、低。摂氏15度を下回ることは滅多にない。他方、夏に摂氏30度を超すこともない。 近海の島々には、手付け風の山や、湿地の自然が残り、幾千もの海鳥の映像地となっている。バードウォッチングも可能。現在のベルレボーグ空港、第二次世界大戦のドイツ占領下、ベルレボーグには、ロシア人捕虜によって空港が造営された。このため、1943年から翌年にかけて、市街や飛行場はほぼ毎日ロシア軍からの爆撃を受けた。 1944年11月、村はドイツの衝動作戦により跡形もなくなり、住民らは立ち退きを強いられた。終戦後、ノルウェー政府は住民らをより良い港湾のある近くのコングスフィオルドに移住させようとしたが、彼らは拒んで村を復興させた。当時、ベルレボーグには木が全くなかったため、住民らは旧飛行場の木板を活用して家を建てた。 ノルウェー人映画監督、クヌート・エリク・イエンセンのドキュメンタリー映画、ヘフェティグ・オージー・ビガイ・ストレッドには、バーレバグ・マン・サングス・フォーニングというベルレボーグの男性合唱団が登場する。トロムソ国際映画祭で初演された、この映画は国内で大ヒットした。合唱団はアメリカツアーも行い、ニューヨークのグラウンドゼロでも公演を行った。 合唱団中最年長で最も有名だったエーナルストランは2004年に98歳で亡くなったベルレボーグ村のパノラマ写真ありがとうございます